アルタイ共和国アルタイ語、ロシア語、アルタイ共和国は、アジアの中央に位置するロシア連邦内の自治共和国、隣接するロシアのアルタイ地方とは異なる。紀元前から、遊牧文化が栄え、パジリク古墳群やカタンガ、アクアラハなど多くのクルガンが残されている。パジリク文化と総称される、住民の60%がロシア人、30%がアルタイ人である。 アルタイ人は多数のトゥルク語系所属の根校によって形成され、テレウト、テレングトなどのトゥルク系所属、ウイグル、キルギスの3つのハーン国の主要な民族であった。13世紀、チンギスハーンのモンゴル帝国に征服された。1700年代中頃からは、ロシア人がこの地域の植民地化を進め、アルタイ人は次第に遊牧生活から定住生活に移っていった。 20世紀初頭、ロシア支配からの解放を訴える、宗教集団が広い支持を集めたが、間もなく抵抗運動は抑え込まれた。1922年、ソビエト連邦当局は、アルタイ人のためにオイロート自治州を設けた。1948年、ゴルノ・アルタイ自治州と解消。ゴルノとは、山岳のという意味、遊牧生活を送る者は、ほとんどいなくなったが、 ソビエト時代もアルタイ人の伝統的な生活様式はかなり残された。1991年、アルタイ地方から分離して、自治州から共和国に昇格し、ゴルノアルタイ共和国となり、同年末のソビエト連邦の崩壊に伴い、1992年にロシア連邦内のアルタイ共和国となった、畜産業、木材工業、建設材料、金採掘。 特にこの国で採れる水晶は高く、値がつく。南部には、ベルーハ山からモンゴルに連なるアルタイ山脈が続き、4000メートル級の山脈は氷河地帯。南端のモンゴル国境付近には、右国高原が広がる。帯川はここアルタイから流れ出し、西シベリア定地を縦断して遠く北の空海に注ぐ。やはり、喉歌で有名なトゥバ共和国は東隣。 北東の博士共和国ものどたで知られている。北西はロシアのアルタイ地方。南側はモンゴル国、中国新疆ウイグル自治区アルタイ地区、カザフスタンと接する。アルタイ共和国の行政区画も参照アルタイ共和国は共和国直轄市であり首都である。ゴルノアルタイスク市と10の地区からなる。この地域はクラスのやるスク時間帯の標準時を使用している。 時差はアトックプラス7時間で、価時間はない。ありがとうございます。